さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとる、あんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。ん？なんだお前、こんなにつけて食ってたのかよ。もしかしてこれ。当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えば、そう、あの名古屋組っていうのもできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ、あんたら名古屋組について探っとんのか。なら何にも話せんわ。どうして？俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと？15年前、それまでの金栄町はひっでえもんだった。本日町通りを境目に東条会、近江連合が島争いしとってな。裏じゃその賭場治療を受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東条会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てってまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えてらんか。あれか。ま、俺はろくにスポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東条会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東条会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来抗争もみかじめもなくなって、不名誉な事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしとるんだ。名古屋のための犠牲、点と点が結ばれてきたな。あんた、名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。
誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。たっちゃん、頼むわ、助けて。弟が無理やり連れてかれてまったわ。鳥山さんが誰に？分からんけど、男の一人はほっぺたに傷があった。今後を追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん、高杉さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃねえか。高杉さんじゃあ牛島さん、また何かあったら聞かせて。ああそうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ。宇野さん、俺が救急車呼ぶ。シナさん、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。ミルクちゃん、大丈夫か？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。牛島さん、指令だ。品田を始末しろ。
忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ、俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ、遺言ぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ、名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん、金屋の町守るのに躊躇はいるんだ。生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げぞ。おい、おら、待て。
北田、こっちだ、こっちだ、早く。大丈夫か？秘密を知ったやつには消えてもらう。
お疲れ。Yeah!
大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか？もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああそうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって？俺だ。あの男がお前探して俺んとこへ来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を？結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール、結構大切にしてたんだ。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか？お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ？尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃいようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセット。
ことにしようまいか。品だ。悪いが死んでもらう。分かりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように、一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんですか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃ分かるはずだわ。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。真鍋どうした。おい、返事をしろ。真鍋どうしたんだ、品田。おい藤田監督だ。そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。
ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ。あの、トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ、今どこにいるんだ？あー、ごめん、ちょっと出てて、すぐ戻るから。緊張感のないやつだ、早く来い。遅いぞ。ごめんごめん、時間が欲しい。報告を聞こう。分かった。どこから話せばいいかな。じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム、名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東条会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東条会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあ、それも昨日で終わりだ。いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でも
だ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ。昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目に遭ったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって、人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男、なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよあんた、藤田さんに会うつもりなのか。だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ達夫。え、達夫って、あんた俺を覚えているか。え、道島だ。お前と同じカムロ西港にいた。え、道島って、え、まさかあの。あれどこだ。堂島くんといったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで。退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学、結局引率になっちまった。引率って、え、少年院。カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ校って、いや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。あ、ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロ校相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ、あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いや、カムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、
夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場ってのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで？当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タソ、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島くん、ひょっとして今の君の仕事って？東上会六代目会長。まあ今は素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだから、ここから先は俺に任せてくれ。この件、仇のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに型がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ、今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよお前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。
お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。
勝機。やるな。どうや、これなら文句ないでしょう。ふん。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。